今日も一日お疲れ様です。りょうです。今回は一つ持ってて損なしのワークマンの定番オリジナルダウンが入ったこちらのライトベストをご紹介していきます。このチャンネルはワークマンアイテムをご紹介していくとともに機能性やそのアイテムを使ったコーデも僕なりにご紹介していくので、ぜひ最後まで見てください。 YouTube の他に Instagram でもワークマンアイテムをご紹介しているので、よかったら見てくださいね。それではどうぞ。ということで、今回はワークマンのリペアテックあらゆるフュージョンダウンライトベストをご紹介していきます。この商品は年末年始の動画でご紹介したリペアテックあらゆるフュージョンダウンフーディーと同じシリーズのライトベストです。ワークマンへ通っている方なら一度は絶対見たことあるかなと思う商品で、毎年出てるワークマンの秋冬定番ベストです。今回ワークマンさんがこちらのライトベストの販売強化されているとのことでギフティングしていただきました。これも本当に見てくださっている方のおかげだなと思います。いつもありがとうございます。こちらの商品、見ての通りめっちゃ軽いんです。くるくるまとめるとコンパクトに収納できるし、熱くなって脱いとこうってなってもカバンとかに入れるのが嬉しいポイントです。こちらの商品はワークマンが独自開発したオリジナルダウンが使われていて、しかもリーズナブルで超コスパのいい商品なんです。昨年と比べてデザインがリニューアルされてさらにいい商品になったので今回ご紹介していきます。カタログにも掲載されている商品で、こちらの40ページに載っています。ワークマンのオンラインサイトにも商品ページがありましたので、ぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。タグはこんな感じです。この商品はワークマンの中でもフィールドコアの商品になります。コード番号は36541、お値段は1900円になります。カラボリはこちらのブラックの他にアーバンネイビー、チャコール、ディープグリーン、ライムイエロー、オレンジの6色展開になっています。シンプルに使いやすそうなものからワークマンらしい派手なカラーも展開されています。今回はコーデに合わせやすいブラックを選びました。メンズアイテムでサイズは S から 3L まで展開されていますが、カラーによってサイズ展開が違います。ブラックのみ S から 3L のサイズ展開で、アーバンネイビー、チャコール、ディープグリーンが S から LL、ライムイエロー、オレンジが M から LL の展開になっているのでご注意ください。今回僕はブラックの 3L を選びました。それでは早速商品を見ていきましょう。まず冒頭でもお伝えしましたが、この商品ワークマンのオリジナルダウンが入ったライトベストです。そのダウンっていうのがフュージョンダウンと呼ばれるワークマンが独自開発したダウンです。このフュージョンダウンというのは、ダウン、フェザー、ポリエステル、アクリルが一緒になった特殊な素材のことで、割合はダウンが 35%、フェザーが 5%、ポリエステル 50%、アクリル 10% と化学繊維が多めなんですが、天然素材のダウンやフェザーが入っていて1900円なのでかなりお安いと思います。実はこのダウンって再利用されたリサイクルダウンが使われているので、環境に優しいエコな商品でもあります。実際にどんな見た目のダウンなのって思う方は、タグにこういった感じでフュージョンダウンの見本があるので、ぜひ見てくださいね。このフュージョンダウンは化学繊維と天然素材が混ざっていることで、保温力や発熱性が高くて、名前にもある通り洗濯もできてメンテナンスがかなり簡単なダウンなんです。生地感はこんな感じです。ナイロン 100% で光沢感のある生地になっています。この生地にも実は秘密があって、リペアテックっていう素材が使われています。このリペアテックっていうのが、針の突き刺しによる穴を自己修復してくれる特殊製法が施された生地で、こういう防寒着だとダウンや中綿の吹き出しや空気抜けも防止してくれて、縫い目からの保温した空気も逃さないのが大きな特徴です。しかも撥水加工もされているので、さすがワークマンっていう機能性ですよね。表側にはこういった感じで両サイドに小さめのポケットがあります。後ろもかなりシンプルです。
で、このライトベストの内側にも両側にこういった内ポケットが収納力がかなり豊富です。で、こっちの方がかなり大きいポケットの作りになってて、ペットボトルもこういった感じで余裕で入るくらいの大きさです。裏面はこういった感じで背中だけなんですけど、背中一面ブラックアルミになってて保温力がかなり高い構造になっています。前はこんな感じのスナップボタンで留め外しできる仕様になっています。で、僕的に一番驚いたのがこのスナップボタンの裏についているこういったテープです。以前はここにこういったテープが何もついてなくてボタンがかなり留めづらかったんですけど、テープで生地を補強してくれたおかげでこういった感じでかなり留めやすくなったんですよね。これ地味に僕的にめっちゃ嬉しかったんですよね。で、こういった収納袋もこのライトダイオンにはついてて、こんな感じで簡単にコンパクトに折りたためて持ち運びにめっちゃいいんです。簡単にこの商品を説明しましたが、正直言ってこれがちょっとなーって思うことがほとんどなくて、マイナスなところがあんまりありません。昨年まではかなり小さめの作りだった印象があって、店頭で試着した時 3L でもかなりパツッとした感じで購入してなかったんですけど、今年は少しゆとりのあるサイズ感になったように感じます。確証はないのでそうなんだなくらいに思っておいてほしいんですけど、今年の 3L はオーバーサイズってほどでもないんですけど、身幅にゆとりができて単体で着てもおかしくないシルエットになったと思います。見た目も全然ワークマン感ってなくて、ワーク張りは絶対しないと思います。こういったライトダウンって結構お値段するので2000円以内で買えるのは本当にコスパがいいと思います。では早速着替えていきましょう。僕の身長は175センチで 3L を着用しています。この商品は標準より少し大きめのサイズ感の印象で、ただ 3L はブラックのみなので他のカラーの購入を検討している方はご注意ください。裾の長さはまた上くらいでお尻に少しかかるくらいの長さです。アームホールや身幅はゆとりがあるので少し大きめにゆったり着こなせます。フュージョンダウンを使っているのでかなり軽くて着心地はいいです。生地自体の伸縮性はないんですが、アームホールや裾がゴムになっているのでそこまで窮屈感はありません。そのおかげでか生地の突っ張り感がなくって本当に着心地はいいです。生地的に薄めの感じなんですが、アウターでもかなり寒い日の重ね着用としてもちょうどいいと思います。全体的にゆったりしているので単体としても違和感なく着こなせる印象です。これならちょっと寒い秋口から使えて、冬場ならインナーとして、まだ少し寒い春先まで使えるアイテムだなと思いました。薄めのロンティーの上から羽織ってもいいし、こういった感じの袖幅の広いスウェットの上から羽織ってもいいと思います。インナーとしても十分使える生地感で、かなり薄めなので着膨れもしにくいと思います。このデザインならスーツの中にも着れるし、カジュアルだけじゃなくて、きれいめの大きめのコートやジャケットの中にも使えるので、かなり使い勝手のいい万能防寒アイテムです。で、一度こういったきれいめのセットアップの中にも、こんな感じでベスト着てみました。こんな感じです。ライトベスト自体生地が本当に薄いので、こんな感じで着膨れはほとんどしないかなと思います。ちょっとここが丸首なんでシャツはちょっとかなり見えちゃうんですけど、こんな感じで留めてもそこまで違和感はないかなと思います。本当に着膨れしないなと思います。見た感じはそこまで着膨れもしてませんし、動きづらさもほとんどないので、ビジネスシーンとかちょっとした通勤の時とかにもいいし、ちょっと綺麗めなコーデする時にもこういった感じでさりげなくこのライトダウン防寒対策としてライトベストが使えるので、結構僕的にはすごく使い勝手がいいし、いい商品だなって思います。シャツのボタンを留めても着膨れはほとんどしてないので、まあ、めちゃくちゃタイトなもの以外のものだとインナーとしてバッチリ使えるなと思います。この
の商品を着てみた感想なんですが、かなり使い勝手が良くって暖かいし、ライトフェスはもうこれでいいやって思っちゃいました。機能性は申し分ないし、昨年よりもさらに使いやすくなって、しかも1900円という安さで高コスパなんで、正直ダウンでライトフェスを探している方にはすごくおすすめな商品です。今回シルエットが大きくなったということで、僕みたいに骨太で肩幅が広めでコスメの体型の方にも着られるようになったのはかなり嬉しいです。強いて言うなら 3L サイズがこのブラックしかないので、他のカラーが欲しいなってなった時に LL を選ばざるを得なくなっちゃうんですよね。他のカラーのサイズ展開も増やしてほしいなって思いました。自分に合うサイズがあれば一つは持ってても損はない商品なので、気になった方はぜひ店頭でチェックしてみてください。ということで以上、ワークマンのリペアテックアライルフュージョンダウンライトベストをご紹介しました。気になった方はぜひ店頭でチェックしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。今後もワークマンアイテムやプチプラアイテムをどんどんご紹介していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。